百目玉冷や銃とひな銃百目玉抱え大筒抱え大筒を持つ男大筒は日本の戦国時代後期から江戸時代にかけての大砲の故障でありその一種のこと戦国時代後期より用いられ工場戦や海戦において構造物破壊に威力を発揮した江戸時代初期までの分類は明確に決められておらず文献によって解釈は異なるものの 石部屋との区別として、炭造による鉄製、前装式で弾丸重量は20問目から数百問目クラスのものも存在し、その種類は多彩である。基本的には方針のみで土俵や木製の課題に固定し作品を用いて発射する。大鉄砲というひなわ銃のようなからくりを用いた点火方式と重症を有するものもあるが、これらの弾丸重量は数十問目が限界である。 装填部のガス噴出が伴う石ビ屋に比べ威力に優れ、また炭造であるため鋳造法に比べて方針が破裂する危険は小さかった。また原材料の違いで比較的安価に製造できるが、炭造技術の限界により大口径のものは製造できず、当時は一貫弁が限界とされる。後に石ビ屋の代わりに製造を用いた鋳造による全奏法が製造されるようになると、 両者は混在して呼ばれるようになった。有名な大筒としては安国神社優秀館が所蔵する四八地方がある。ありがとうございます。